こんにちは。今日は最近購入したハンドメイド用品を紹介したいと思います。まずはガラスビーズ、いずれも2ミリのビーズです。これがシードのダスティーパープル、ダスティーピンク、べっ甲です。こっちが丸章のような感じの形、こちらが六角形のような形です。それから次がチェコビーズ系、チェコビーズフラワークリア系、ファイヤーポリッシュ、これがファルファーレブルー系です。少し変わった形のビーズです。いろいろパーツ系です。シャワーピアス、キャッチ付きの丸皿付きのピアス、ゴールドカラーです。コサージュ用ピン25ミリ、それからイヤリング用金具アンティークゴールド、4個入りの丸カン6個付きです。それから両面ハトメの、10ミリのものと、その内具を購入してきました。そしてバック用チェーン、120センチのチェーンです。バッグを作ろうかなと思っています。ここまでがダイソーさんの商品です。そしてアマゾンで刺繍枠を購入しました。これがブナの木でできているものです。 7.5 センチと10センチの 10.5 センチの2セットです。それからこちらがクラフトパーク東海さんで購入したもの、こちらがイオン の、 あのパンドラハウスさんで購入したものです。こちらもバッグを作るのに使おうと思っています。購入品紹介はここまでで、先日いいことがありまして、じゃん、のちかさんのプレゼント企画に応募しておにぎりがまぐちをいただきました。いくら柄です。おにぎりやのちべ、すごいパッケージもこだわっていて、おにぎりみたいになってます。それでは開けてみます。いただきます。矢印の方向へ行くと取り出せます。じゃーん、写真で見るよりもずっとおにぎりっぽいです。海苔がこうすごいしっかり巻いてある感じがして、こだわりが感じられます。開けてみます。中身も可愛いです。のちかさんの作品はジャムポーチとか食パンバッグとか面白いものがたくさんあって、とっても人気で、買いたくてもなかなか買えないんですよね。だから今回当たってすごく嬉しいです。ありがとうございました。概要欄にのちかさんのリンク貼っておくので、興味がある方はぜひ見に行ってみてください。私はマーガリンポーチが欲しくて狙ってるんですけど、発売が10月だったかな、買えたらいいなと思いながら楽しみにしています。最後まで見てくださりありがとうございます。ではさようなら。